か、上に来てます、はい、横から見ていただいた、結構その大変もスムーズなんで、山ではメッシュがいいですね、このメッシュタイプ欲しいです。こんな感じで、うん、これがボサモン、やっぱソールの形が変わるだけで歩き方もちょっと変わってくる。そうですね、はい、サラッとしてるけど、はい、全然いきますね。こんにちは、今回は、僕がいつも本当にお世話になってるアウトドアセレクトショップのハイマートベルクさんに行きたいなと思います。この店本当にいい、アウトドア好きの方ならすごい刺さる商品がたくさん置いてるんで、まあ、実際今日は店員さんにおすすめの商品とか聞いていきたいなと思います。これから本格的な登山シーズンが始まるところだと思うんで、参考になればなと思います。マートベルクの店長の畑と申します。よろしくお願いします。純平と言いますお願いします。光沢と言います。よろしくお願いします。お願いします。今日はまあこのお店の、ザック類と、シューズウェア、テント、カトラリー編みたいな感じでちょっとご紹介できればなと思います。志麻さんに今日は3足分かってます観賞用と日常用と観賞用があるんですね一回奥さんに確認していいですか。はい、じゃあ次は、シューズ類を、純平さんに紹介していただきたいなと思います。僕が今履いてるこのロンピークの6も、ここで純平さんに説明してもらって購入したんですけど、ロンピース履いてきたんですか。履いてきてないですね。志麻さんもロンピークでしたっけ。ロンピーク1個前のやつ、ね、前の世代の。一応向き、靴の向きでメンズとレディースのものが分かれてるんですけど、はい、こっち向いてるものがメンズでこっち向いてるのがレディースあ、そうなんですね。あとはまあ防水のものとそうじゃないものとか、ちょっとブランドごとに分かれてたりするんですけど、結構あれですよね、他の大型両ヘッドに比べてローカットモデルが結構取り扱ってるのが多いんですかね。結構置いてるお店さんは少ないんじゃないかなっていうブランドが、まあアルトラだったりとか、あとトポだったりとか、はいはい、結構他の店舗では見ないようなシューズがあるんで僕接客してきた中では一番遠くが仙台とか、あ、そんな遠くから沖縄とかから来てくれた方もいて、あと同じブランドでもこんだけラインナップが揃ってていろいろ履き比べれるっていうのはうちの強みなんじゃないかなと思いますね。一応今年のローンピークがこんなカラーって、ね、これがセブン、新しいやつ。ロンピークがソールの分厚がちょうど中間的なものになるかなと思いますね、はい、他にもスペリオール薄いモデルがあったり、はい、オリンパス分厚いモデルがあったりはするんですけど、その薄いところのいいところと、はい、分厚いところのいいところを取ったモデルがちょうどローンピークなのかなっていう。どういう風に使い分け、個人差が結構でかくて、はい、トレーニング用で持ってる方なのか、それともテントを担いで歩くような方が使っているのかによっても、このソールの分厚さで使い分けてらっしゃる方はいるかなっていう感じですね。でも本当日帰りからテント泊まで使ってくださってる方がやっぱ多い、ね、あ、いいとこ取りですもんね。いいとこ取りですね。僕も使っててすごいクッション性が嬉しいんですけど、オリンパスもちょっと気になってて、うん、インパスもいい靴ですね。本当分厚いですよね、ソールが。ソールもビブラムソール使ってて、あ、これアルトラロンピーク7はビブラムではないですね。じゃなくて、まあ、こっちの方がじゃあ滑りにくいってことなんですね。そうですね、グリップ力でいうとこっちの方が高いですね。ロンピークどうですか、お二人使ってみていやでも僕初めてのローカットのシューズがロンピークやったんで、もうまず動きやすさと、あとはな、幅、うん、幅が結構ゆとりがあって、うんうんうん、それがめちゃくちゃ歩きやすかったりとか、うん、重宝してますね。最初履いた時サイズ合ってんのかなって思うくらい、いや大丈夫かな、幅が広いですよね。そうアルトラの特徴がそこですね、うんうん、まあ、幅が広いっていうところと、あとゼロドロップシューズって言ってかかとが高くなってないっていうのも特徴的な靴ですね、はい、今売られてるほとんどの靴がかかとが高く作られてるみたいなんですけど、うんうん、アルトラはそのかかとのクッションをなくして人間本来の正しい歩き方だったりフォームだったり着地の仕方を推奨しているようなブランドなので、ぜひいろんな人に履いてほしい。ゼロドロップのメリットめちゃくちゃあるんですけど、はい、そもそもかかとから着地する習慣が現代の人たちついちゃってるから、はい、
そのかかとのクッションをだんだん高くしていったっていう歴史があるんですね、はいはい、かかとの衝撃を和らげるために、うん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 、でも人間本来の正しいフォームとか歩き方ってかかとから着地するんじゃなくて指先を開いて地面をつかむように着地するのが正しい歩き方なんですね。だからそういう歩き方に戻すためにかかとのクッションを少なくしてゼロドロップ正しい姿勢に戻したっていうのがこの靴ですね。クッションが高くなるとかかとが高くなると姿勢は前かがみになってその姿勢を持ち上げるために反り腰で普段生活する。だから日本人腰痛持ちが結構多かった。あ、はいはい、あとランナーの人たちは膝とか足首に故障が出やすい、そういう歴史があるんですね。でもそれをなくすためにクッションをなくした、まあ、それがゼロドロップのいいところなんだ。じゃあ本来の歩きでちょっと故障とかしにくくなったり。そうですね。赤ちゃんとか子供の頃はその自然な足の形ができてるんですね。あ、そうなんですね。でも大人になるにつれて指先がどんどん閉じていって人によっては小指がこう乗ってたりとか、はいはいはい、足が変形していっちゃう。うん、手と同じようにたくさんの神経が通ってるはずなのにそのほとんどを使わなくなっちゃったんですね。それを戻しましょうっていうブランドさんですね。なるほど。同じような考え方なのがトポっていうブランドですね、はい、アルタラと似てて幅が広くて、はい、ゼロドロップでっていうのが特徴的ですね。なんか本当アルトラここ買った時まだトポなかったんですけどこれすっごい欲しくって。あ、ほんまですか。はい、ビブラムソールですもんね。そうなんですよ。滑りやすい、滑りにくいしなかなか売ってるとこも一応去年からかな、はい、日本に入ってきて、うん、で今のうちの売れどころでいうとこのトポかもしれないですね。あ、そうなんですね。何が違うんですかそのアルトラとは。そうですね、やっぱし、まあ、全部のソールビブラム使ってるっていうところが、まあ、大きな違いかもしれないですね、うん、細かいところでいうと、まあ、クッション性だったりとか、はい、使ってる紐の部分とか、はい、中に入ってるソールの部分、はい、そんなも全然アルトラとは違ったりはするんですけど、うん、でも非常に似てるブランドじゃないかなと思いますね。ただ履き心地としてはビブラム入ってる分こうしっかりの安定性があって底付きがあんましなくてそれこそロングトレイル歩かれてる方だったりとか、まあ、しっかり長い距離走る人、はい、エント担いで歩く人たちなんかは評価高いかなって。まあ、最初のエントリーモデルとして買ってくださってる方が多いのはこっちのテラベンチャーっていうモデルかもしれないですね、はいはい、でもうちょっと距離を伸ばしたりとかってなると MTN レーサーマウンテンレーサーみたいなのがついた、こいつが売れどころかな。ちょっとあれなんですかソールが。そうですね、ソールの形状だったりとかあとヒールカップの形がちょっと特徴あるって感じですね。だからかかとがちょっと抜けづらく作られてるみたいですね。あ、なるほど。あ、本当ですね。ちょっとヒールカップのここの形。あ、本当だ。そうそうそう、うん、で同じブランドでもモデルが変わるだけで本当に履き心地も変わるし、はい、フィッティングも変わるんでもう実際に店頭に来てくださってもう履いてもらってどれが合いますかねっていうのをお客様に合わせて選んでいくって感じですね。アルトラロンピック履いてるんでちょうど左右で、あ、ね、いいですね。ほんま履き比べができます。履き比べが。いや、これ本当欲しかったんですよね。うーん、はい、ヒット感は個人的にはこっちの方が自分には合ってるというか。うーん、ポポはもう一発履いただけであこれだっていう方も結構多くて。そうそう、なんかこっちの方がやっぱちょっと暑いですね、うん、ローンピークと比べると暑いですね、はい、で歩いてみていただくと、はい、ローンピークの歩き方よりもちょっと前にこう進むような推進力持った靴になるんじゃないかな、まあ、それがソールの形状だったりもするんですけど、はいはい、ここが反ってる形みたいな。ただ靴自体はゼロドロップなんで、はい、立ってる位置としては同じなんですけど、はい、やっぱソールの形が変わるだけで歩き方もちょっと変わってくるっていう。確かにこっちの方が前にこうやって感じですね。こっちがベタと裸足で立っているような感じで、はいはい、こっちがちょっと高くなったような感じですね。荷物ちょっと重いときはこっちの方が良さげですね。ベッドワークとかになるとこれとなんかちょっと似通った感じですどっちかっていうと。そうですね。オリンパスのオリンパスもぜひ履いてみますか。そうですね。ニットもちょっと気になるんですよ。ミッドカット、あ、ミッドカット、あ、これオールウェザー、オールウェザー、オールウェザーいいですよね。オールウェザーね、やっぱりオールウェザーいいですよね。抜けはいいけどやっぱちょっと不安ですもんね、急に雨降った時も、ね、テントワークに使うってなると。あ、軽いよ、ミッドカットやけどめっちゃ軽い。紐がこれあれですね、光る。そうなんですよ。で
すぐこう結べるんで、アルトラのいいところですね。そうですね。フィッティングがすごい楽ですね。さらに、やっぱこっちのが若干さらに高いです、ね。高いですね。一つ前のオリンパス4がめちゃくちゃ評価高くて、はい、そうそうそう。でも、5出る前に4買っとこうみたいな感じで買った人も多いくらい良かったんですけど、はい、今回の5もやっぱ評価高いですね。ちょっと軽くなったり、このアッパー部分がちょっと変わったりとか。まあ、ほんのちょっとした変更じゃないかなと思います。よくソール厚いのはまあクッション性あっていいと思うんですけど、逆になんかデメリットみたいなことがあります、うん、そうですね。やっぱクッションが分厚く、あ、クッションが分厚くなるだけ、あ、関節が一つ増えるようなものなんですよ、はい、クッションが高くなるってこと、はい、だからブレる軸ができちゃうって感じですね、うん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 、なんでクッションを高くすると捻挫しやすいなんてことも言われたりはするんですけど、ただそれはまあ歩き方のフォームだったりとか、はい、癖だったりとか、そういうものも大きかったりするんで、全然分厚いものをファーストシューズとして選ばれる方も多い感じですね。それこそ本当とにかく楽に歩きたいとか、はい、クッションいいもの歩きたいという方もいらっしゃるんで、そういう方にはオリンパス勧めてるんですね。それかまあローンピーク履いてた方がもうちょっと距離を伸ばしたいとか、はい、今度はテント担いでアルプス行きたいとかってなった時はオリンパスを勧めたい。で逆にオリンパス履いてきた人たちがもうちょっとこう足のフォームとか見直したいとか、使い方考えたいですって言ったらローンピークだったりとか、もうちょっとソールを薄くしていくとより素足の感覚を楽しめるようになるんで、スペリオール全然違う。僕も初めて履いた靴がこのスペリオールなんですけど、そうなんですね。もう山の歩き方とか考え方が一気にガラッと変わった一足って感じですね。うーん、やっぱ薄いから足裏感覚とか歩き方とか考えないとって感じなんですか。そうですね、よく考えて山を歩くようになったって感じで、ソールが分厚いとどうしても足裏なんて気にしないし、はい、ロボット歩きのようにこうガシンガシンと踏みしめて歩く歩き方だったのが、このシューズに変えてからかかと、こういうとんがったところに足を置いちゃうとめちゃくちゃ痛いんですよね、足裏。あー、そうなんです。ソールが薄い分、はいはいはい、だからこそ面で地面を捉えるようになったり、点であえてこう乗るようになったりとか、考えながら次どこに足を置こうかなっていうのを考えながら歩くようになるしね。トレーニングとかにすごい。そうですね、もう長年トレイルやってる人たちがもう一回練習するためにこの靴に戻したりされたりしますね。この防水オールウェザー、あ、ロンピークのオールウェザー、はい、あ、これしかも履いてきたばっかですね。あ、そうなんですか、ね、これ履いてみますか。じゃあこれいいですね。本当ですね、めっちゃ売る、これ助かる、これめっちゃいいですね、はい、これとか、はい、これとかです、ね、あ、そうですね、あ、これもアルトラなんだ。この ゆとり感が僕は好きです、ね、うん、これもかかと部分がちょっとカッティングされてるのが面白いですね。あ、完全に覆ってるんじゃなくて、やっぱりちょっと早く動くためのというか、はい、足首をしっかり動かしやすいためにちょっとカッティングしてるんですよね。これソール的にはあれなん、どのローンピーク、うん、もうローンピークですね。ローンピークの感じなんですね。ピークにもうそれのミッドバージョン、うん、やっぱ安心感が、うん、で軽い、そうめちゃくちゃ軽いですよね。軽いミッドカットの軽いのが欲しい。テントワークの時とかやっぱ安心ですもんね。そうですね、しかもオールウェザーなら前のこと、まあ雪降ってる時期でもチェーンスパイクでも、はい、それこそこういうスノーシューとかでも履けますもんね。確かに、うん、やっぱ防水一足を持っときたいとこ、うん、そうですね。こっちがオリンパスのさらに分厚い感じですね。うちの名畑店長とかもこれで去年のテント履く、あ、そうなんですね、履いてましたね。確かに分厚くてちょっとバランスが少し不安定になるならちょっとミッドだったら、うん、より安心だし、うん、防水なんでなおさら使いやすいのは使いやすいですよね。やっぱどうしても捻挫怖い方とかいらっしゃいますもんね。そうですね。これ何ですか、ね、ゲーターとかをつけるための専用のあれですね、アルトラさん、はい、そういうのあるんですよ、ゲーターつけれるやつが。うちにはちょっと置いてないんですけど、はい、ミッドカット家の窮屈感とかもそんなない。いや、ないですね、うん、ないですね、うん、けど、うん、ちょっと安心感がやっぱありますね、うん、ここが出る。今からの時期でもまだちょっと雪が残ってたり、はい、血がぬかるんでたりとかすると、うん、こんなんあると安心ですよね。安心ですね、確かに、うん、一年中使えますね、これだったら、うん、まあ、今年の冬のスノーシューハイクとかでもずっとこれを使ってたんですけど、あ、それは他他、うん、
ここはやっぱクッションがいいのが特徴的ですね。めちゃくちゃ柔らかい。あ、そうなんですね。他履いたことないんですけど。あ、ほんまですか。はい、これいいですね、この紐の簡単なのが。ビブラムちゃっかり使ってますしね。あ、そうですね。そうそう。ただまあ後ろのグリップ見るとそんなにゴリゴリグリップ、ね、っていう感じではないですけどね。まあちょっとしたハイキングだったりとかめちゃくちゃ活用できそうな。テントワークとかのおすすめだったらどれになるんですか。他の中で言うと、はい、やっぱ評価高いのがスピードゴートっていうモデルがありまして、はい、この辺ですね。うーん、スピードゴート、同じビブラムソール使ってても、はい、やっぱグリップ力がズバ抜けてて、何の違いなんだろうって思った時にやっぱこういうソールのパターンの形状、これなんか独特ですね、うん、もうあるのかもしれないですね。雨の日に一緒に山登ったりとかすると、はい、友達がこれ履いてたりすると粘土質のズルズルのとこでもしっかりグリップしてたりもするんで、まあ、グリップ力っていう意味でスピードゴートはめちゃくちゃ人気ですね。これも、はい、レース出てるようなトレイルランナーならよく見かけるシューズかもしれないですね。ワイドとちゃんとあるんですね。そうなんですよ。他がどうしてもやっぱアルトラとかと比べると先が細いような形状なんで。あ、そうなんですね。まあ足大きい方はワイドモデルを履いてみたかった。ワイドだけどアルトラ履いた後だと結構ぴったりって感じですね。うん、クッション性の良さもそうだし、この辺のアッパーの柔らかさ、はい、もうすごい特徴かもしれないですね。本当ですね。これ履いてみないとわからないと思うんですけど、うん、上から見てもあれですね、ソールが広がってるんですね。うん、そんな感じなんですよ。確かに結構クッションが、うん、マックスクッションなだけあって歩いてみた時のこのうーんっていう前に進む感覚、はい、そうですね。まあごっついですね。うんうん、本当だ、全然違う、全然違う。ロンピッチとすごい、めっちゃ進む感じが、うん、足が前に出る感じです、ね、前に出る。なんか他は捻挫しやすいとかって言われたりもするんですけど、はい、でもそれってやっぱクッションが分厚いとかで、でも正しいフォームとか走り方、はい、身につけていらっしゃる方はもう抜群に前に進んでくれるシューズなんで、だからアルトラずっと履いてた方がもう他へ履いてレース出たりとかでよく見かけますね。サンダルがもう、はい、サンダル、あ、ゼロシューズ去年買って、あ、これか、めっちゃ気に入ってるんですよ。あ、ほんまですか。相当良くてすごい良かったです。夏はもうこれって感じですよね。ずっとこれ履いてました。最初ここにめっちゃ来るんですよ、はいはい、筋肉痛みたいな、はい、でもなんかすごい、あ、なんか鍛えられてるなって、トレーニングになってるなっていうのがすごい、軽くて、はい、この見た目で軽くて、意外と気持ちがいいんですよ、うんうん、あ、そうなんですね。意外と気持ち悪いんですけど歩き心地がめっちゃいいんですよ。ソールの薄さ驚異的ですよ、ね、脅威的です。足にしっかりフィットして嫌じゃない。トレーニングになるんですか。トレーニングになりますね、うん、こういう靴とか、はい、まあ、こういうルナサンダルって言われるサンダルで、よく聞きますね。たまに山歩いてらっしゃる方いるんですけど、はいはい、まあ、本当トレーニングのために履いてらっしゃるって感じですね、うん、さっきのソール薄いののさらに究極みたいな感じなんです ね、 そうですね。もうおっしゃる通りですね。でも完全にゼロドロップ、かかととつま先の高さ一緒、うん、もう裸足の状態って感じですよね。はいはい、はい、でもこれでロード走ってもらったり山の中歩いてもらったりすることによって、普段どれだけ自分が足、あの靴に守られて歩いてるかっていうのをすごく体感できるので、ベアフットランニングって言ったりもするんですけど、人間本来の正しい歩き方を身につけるためにこういうシューズで山歩いてもらったり。じゃあ普段それで歩いてトレーニングしてたら余計に捻挫とかしにくかったり、正しい足の疲れにくい歩き方だったりって感じなんですね。そうですね。だからまあ普段からこういうサンダルでトレーニングしてもらって、でいざアルプス行くとか、はい、ちょっと本番の山行こうっていう時はああいうシューズ履いてもらうとより楽に、あ、こんな楽なんだっていう感覚で山歩いてもらえるんですね。だからうちのスタッフもこれで旅行全重走歩いてる子もいたり、はい、すごいすごいですね。すごい、絶対つまずきたくない。そうなんですよ。もう下手にこんなんしようものならザリザリザリ。だから本当考えながら正しい歩き方をこう意識していくんですね。これはビブラムソールなんですね。ビブラムソールなんですよ。すごい。
で、これが山用のモデル、はい、日常使い用のモデル、ロード走り用のモデル。違いがあるんですね。違いが3種類あったりしますね。本当だ、ソールの形状が、うん、あとゼロシューズとっていう、はい、まあ、これからの時期は本当履いている方がうちの店でも多く見かける時期になってきたって感じですね。たまにここの部分足怪我しないんですかって、はい、指の間とか言われたりはするんですけど、僕も実は最初の頃怪我しちゃったことあるんですよ、はい、で僕右足のここの部分だけ指先だけ皮がめくれちゃったことがあって、はい、でなんでだろうなって考えた時に、僕利き足が右足なんですよ、はい、だからこそ左の踏ん張る力とか蹴る力が強すぎて、右足の着地点が本来の正しい位置よりもずれてたんですよ。だから前に負荷がガッとかかって、はい、右のここだけ怪我しちゃってなる。でそれに気づいてから、あ、自分そういう癖があるんだな、バランスがあるんだなって気づいて、右足の着地地点を本来よりもちょっと手前にすることだったりとか、左足の蹴る力ちょっと意識的に弱くしようとして、そうすると怪我が全くなくなったんです。だからそういう足の癖とか、そんなのも見つけられる靴なんで、ぜひ履いてほしい。面白いシューズだな。確かにこれ履いてみないと分からなかったことなんですね。そうなんですよ。で島さんおっしゃるみたいにもうこうパンパンに筋肉痛になるんだよ。そうなんですね。あれ嬉しいです。嬉しいパンパンになってるなって使ってるなと思って筋肉まあ最初は本当3キロとか5キロとか、はい、短い距離から始めていただいて、無理はせずって感じなんですけど、そういう面白いサンダルだったりもするんで、面白いですね。ぜひこんなの試してみてほしい。シューズはこれ男性から女性、テント開けから日帰りまであるんで、シューズもこんな感じですね。